6番勝負ね、昔気になってたんですけどね、初期の6作品が全部入ってるっていうのは聞いてたんですけど、これ PS2 で確か出てたような気がしますけど、もうレアになってますよね、今ね。その6作のシステムが入ってるやつなのかな、それとも作品が6作入ってるのがどっちかな、どっちなんでしょう。6作のシステムを選択できたりするやつなのかなとも思ったりもしたんですけど、寒い。あ、天下一か、これか。これ PS2 で僕昔やりましたけど、じゃあ違うやん、タイトルが。どういうこと？これ普通に天下一剣客伝ですよね、やっぱそうやん。いや、懐かしいというか、これやるの7年ぶりぐらいですけど、まあ久々にやってもいいか。せっかくだから、せっかく起動したから怒りでいこう。これアーケード版でやるのは初めてですね。1回戦、アメリカ、ホワイトハウス。これね、一番あれですよね、キャラクター数が多いサムスピですよね。まあ、ほぼ全部出てますもんね、今までの時間がありません。よろしくお願いします。お黙り。初期のファミスタちゃうわ。なんでファミスタやねん。サムスピのキャラは全部出てるという。このキャラ、やるな。はい、倒しました。もうこれナコルルが一番得意なキャラなんですよね。やばい。うわ、銃撃ってきよった。あ、やばい、取られる、取られるというか剣がなくなったら、そういう結構不利なんですよ。嬉しかった。君は強いな。大自然のお仕置きです。まさかシューティングやるつもりがこのゲームやることになるとは思わなかった。相変わらずナコルルは可愛いですね。2回戦、アフリカ、ンジャゴロ大平原。アフリカなん、このキャラ。スルグリンをよろしくお願いします。いざ尋常に。今動物がいっぱいいるやん。勝負。サバンナってことか。このキャラは動物が好きってことなんかい？動物愛好家みたいな、そういう設定なんかな。動物のためにこうアフリカに来てるみたいな感じ。やばいやばいやばい。これナコルルの声変わってるかな。ちょっと違う気もするな、声優が。いつもと。
はい。楽しかったぜ。後ろに黒人がいっぱいいるね。なんか同じこと言ってますね。3回戦アイルランドキャッスルコネル。アイルランド。かかってこいや。よろしくお願いします。いざ尋常に1本目勝負。えらい時間かかるね、投げんのに。おい、やばいやばい。やばい。ああ、負けた。負ける気がしねえな。最終戦、勝負。うわ、強いわ、こいつ強いわ。やられるかわからん、今回は。前やった時はね、ラスボスまで行ったんですよ。ラスボスで負けてやめたんですよね。やばい。危ない。勝った。大自然のお仕置きです。昔はお仕置きよって言ってたんですけどね。お仕置きよって言ったらセーラームーンみたいになるから、お仕置きですに言ったんでしょうね。大自然のお仕置きよって言ったんですけどね。完全にセーラームーンですからね。それだったらセーラームーンのパクリみたいになるから、お仕置きですになったんですよ。カリブ海デルオルモ号。ああ、リムルルやんか。妹ですね。妹によろしくお願いしますというのはちょっとおかしいけどね。なんかこのゲームって多分各キャラクターが外国になんか旅行じゃないけど用事で行ってるところでこうやって出会って戦うって感じなんでしょうかね。つうかめっちゃ強いけどリムルル、めちゃめちゃ強いやんか。やばいやばい。負けた。ガチンコになって反省しなさい。2本目勝負。
すごい。めっちゃ強いな、俺。やばいな。あ、負けた。妹に負けた。はい。終わります。